本気本気だよ。気をつけて。気にするな。気に入った本気ですか本気だった気づいてたお気をつけて。気に入ってる気をつけます。気にしてない。気に食わない。 気にするなよ。気のせいだよ。それ本気なの気に入ってます。気に入りました。気にすんだって。トムは気づいた。これ、気になる。気に入らないな。気に食わないの 気が乗らないな。もう気にしない。いい気になるな。気にしすぎだよ。好きにたい気はない。会える気はないよ。気にしていないよ。気をつけて、トム。トム、気をつけて。気分すっきりだよ。 気分はどうですかかなりいい気分だ。すりに気をつけて。これに気づいてたお気に入りがあるそれ本気だったのどうして気になるの気分が優れません。 もう気にしてないよ。気分が良くないんだ。気をつけてください。それは気づいてたよ。本気のはずがないわ。気にしないでいいよ。気にしなくていいよ。ドムはやる気がない。 これは気に入らない。この本は気に入ったああ、気にするなよ。ポグ、気のせいだよ。気がついてよかった。後ろめたい気がする。いい気分になってきた。これは気に入りません。 で、気に入ってくれたとても気に入ってます。わかるような気がする。どうぞ気になさらずに。いいよ、気にしなくて。本気じゃないんだよな。いいような気がするよ。とても気前がいいのね。 そんなの気にしないでそれで気分は良くなるそれにいつ気づいたのどれも気に入らないな気のせいかもしれないじっとも気にしてないトムは気まずいみたいだそんな気分じゃないんだ あのソファー気に入った気がおかしくなりそうだ。それにいつ気がついたのトムってやる気あるよね。これで気分が良くなるわ。ちっとも気にしていない。どうも気分が優れない。 これからは気をつけますトムのことなど気にするな気にしなくていいんですよこの書を気に入ってるのちょっと気になるんだけどそういうのは気に入らんだこれねお気に入りなんだ そのプレゼント気に入ったトムのことは気にしないで気に入ってくれるといいなこのアプリ気に入ってるのここではスリに気をつけて気になさないでください出かける気分じゃないんだ まだボストンに行く気なのそれで気分はよくなりそうこれで気分がよくなりそう気になってる子がいるんだこのカップお気に入りなの気にかけてくれてありがとうトムはとても人気があります トムはすごく人気があります。やっぱり気に入ってくれたね。そんな気分じゃなかったんだ。本気だったのはわかってるよ。そのアイデアは気に入らない。気にかけていただいてどうも。 ちょっとくつろぎたい気分だみんな気に入ってるみたいお気に入りのシャツはないよピザって気分じゃないのよねこれが気に入らないってこともし気に触ったらごめん こういう時って気まずいよな。トムのことが気に入らなかった。トムが気にするわけないじゃん。なぜこんな気分になるのだろう。気にしないようにしているんだ。喋りたい気分じゃないんだ。 そんなこと、すぐに気づいたよ。お気に入りのネクタイはないよ。これで気分が良くなるはずだよ。気に入ってもらえるといいんだが。気をつけてね、マスクするんだよ。それに気づいたのはいつだったの トムの気分はかなりマシになったビールっていう気分じゃないな風邪ををかないように気をつけてあまり出かける気分じゃなかったこのカップすごく気に入ってるの。 トムはそのアイディアを気に入ったもっとリラックスした気分になったこれらのおもちゃはとても人気です会ったことがあるような気がしますトムはすごくやる気になったようだそんなくだらないこと気にするなよ パーティーに行く気分じゃないんだ。トムがそれを気に入って嬉しいです。トムはそれ気に入ってそうだったよ。サンフランシスコは気に入りましたか気に入ってもらえるといいんですけど。 サッカーはテニスより人気があるんだボストンでお気に入りのホテルはどこイヤホンしてるから気がつかなかった日本ではゴルフがとても人気だそうだする気がしないからしないだけだよ ボストンは気に入っていたただけましたかボムはそれ気に入らないかもしれないよこのレストランは大のお気に入りですほとんどの人がこれに気づいていませんラーメンは日本でとても人気があります。 なんだかうまくいきそうな気がしてきたトムはメアリーのことを本気にしてないホテルではくつろいだ気になれないんだショッピングモールはティーンに人気だトムはメアリーがとても気に入ってるんだ コアラはカンガルーよりも人気がありますメアリーは新しいドレスを気に入っていますこのストライプのシャツ気に入ってるんだトムこのプレゼント気に入ってくれるかな リトル・グリーン・メンを見たような気がするドムならそのコンサートが気に入っただろうにボストンの人たちってとてとも気さくなんだよ。大したことじゃないから気にしなくていいよ。 どうしてカラオケがこんなに人気があるのかしらトムがそんなにバカだとは気づきもしなかったよどうしてみんなこれがそんなに気になるんだろうトムがメアリーを気に入ってるって分かってるよね。 このプレゼント気に入っていただけるといいんですが。